6.27 後楽園で再び GAC タッグ王座を奪還したアクシス、 7.21 ムス大会で清宮谷口組を破り初防衛に成功。その王者組に新たな対戦表明が。斉藤さんと自分の挑戦をお願いします。次なる相手は斉藤井上のダークエージェントリターンズ。アクシスがタッグ王者として臨んだ今年のグローバルタッグリーグ。ここで中島が井上にまさかの3カウント、屈辱的な敗戦を味わう。マサオだぞ、あのマサオだぞ、この借りはでかいぞ。おい、覚えとけ。くそ、あのマサオに。マサオ！タッグ王者として同じ相手に二度は負けられない。リベンジの舞台は GSC をかけた一戦。最高の舞台で斉藤井上組を相手にアクシス2度目の防衛なるか。セミファイナル GHC タッグ選手権、王者中島勝彦塩崎豪組 VS 挑戦者斉藤明俊井上正雄組。場所は同じこの後楽園ホールでのグローバルタッグリーグ公式戦、どよめきを呼んだ王者組からの勝利。あれから3ヶ月半、時は熟したようです。じわじわとにじり寄るように挑戦者チームがやってまいります。2019年19周年記念大会、戦いの年輪はこのダークエージェントリターンズにあり、二人がおっと前を行くのはこの仮面の井上正雄、その後ろ斉藤明俊、この二人にしかできないことがあります。この二人にしかできないやり方で、それがありふれた主張に聞こえなくなっています。ダークエージェントリターン、逃げる最高の井上正雄。なんだろうこの期待感は。井上正雄に、逃げる最高の斉藤明俊、そして斉藤明俊だから感情移入してしまう大一番が来ました。その挑戦状に対する答え、もちろんノーではなくイエス。よく知らない世代で作戦の立てようがない、そう語ったのが前回4月。もうそうはいきません。戦ってきた年月、確かに違います。いや、それでもアクシスチャンピオンチーム、中島勝彦、塩崎豪、
今日も並び立ちます。チャレンジャーチームの特に正男、井上正男、全部受け止めて覚醒させてやるとの意思表示は中島です。つまり敵の最強そして最高を引きずり出した上での完勝宣言か。リミット超えてこそ塩崎号。そしてこそ中島克彦、大勝負は続きます。 8.4 東京後楽園ホール、プロレスリングノア旗揚げ19周年記念大会セミファイナルです。 GHC タッグ選手権第51代王者組はアクシス、2度目の防衛戦です。歴史を重ねたこの2本のベルト、中島から塩崎から一旦返還です。それを見張るのはダークエージェントリターンズ、井上正男、斉藤昭俊。さあ先発を買って出るのは赤コーナーチャンピオンチームは中島か、対してはという、まずここからも注目ポイントとなります。佐久間さん、はい、たまらない顔合わせになりましたね、はい、そうですね、斉藤と、ね、井上のこう気持ちですよね、平常心というふうに2人言っていましたけど、やっぱりかなり気合入ってますね。うわ、塩崎出てきましたね。塩崎に井上正男です。4月の対戦ではこの井上が、いや大コール受けていますが、井上が中島を丸め込んでいます。斉藤のスイクルですがあって、しかしスリーカウントを取ったのは正男、井上でした。小林さん、今、はい、どんなお気持ちで見つめてらっしゃいますか。期待が、正男に対しての期待が大きいですよね。紙テープ一番多かったですよね。すごい量でしたよね。初めて見ましたよ、正男にあんな紙テープが。そうですか、はい、でもそれだけの期待を背負う要素、はい、十分タッグリーグの勝利、そうですね、あれがあって積み重なりましたよね。チームとしての完成度というのはやっぱりチャンピオンチームがやっぱり勢いありますから。なんといってもこのタッグ3度王座対冠、46代49代51代、でも、うん、こうした駆け引きもクセモノっぷりを発揮しています。中島と塩崎、防衛ロードはご覧のように。さあ佐久間さんに伺いましょう、はい、なんといっても今日は勝たなければいけない一戦、はい、タイトル以上にかかるものもありそうですね、チャンピオンチーム。そうですね、試合の展開から考えたら、圧倒的にチャンピオンチームが有利だと思うんですよね。やっぱ自力個々の力で言っても塩崎、中島上ですからね。ラリアット強いていくことですよね。そうですね、これが一つ勝ちパターンだというふうにも井上が語っています、はい、そうですね、マサオワールドっていうのはあるんですけど、はい、彼は本当にもうなんていうんですか、もうしっかりとした基本ができてますからね、うん、まさにその戦いですね、はい、2000年8月5日6日ディファ有明の戦いに出場しているのが井上正男、はい、そこでは連日タッグで丸藤直道と対戦がありました。さあとなってくると2プラトンで、小林さん、はい、これは逆に井上を的にかけてやろうというチャンピオンチーム。いや、これはもう挑戦者の、はい、あれですね、作戦というか、はい、正男が相手の攻撃を受けて、はい、そして斉藤にタッチをして斉藤を攻めると、食らって食らって我慢しきった後、はい、ということになってくるわけですか。いや、にやりと狂気の微笑み中島、もう一度さらにロープを使ってくる、走る
走るいつもの倍、いや3倍、5倍か、ちょっと足がもつれ出しましたね。10倍以上か。ああ確かにこの辺りふらつきながら一歩一歩の間隔が狭くなっている。そして斉藤にエルボーを忘れません。中島、まあ、あの中島のキック、塩崎のチョップ、はい、ここに標的にされて井上は劣勢に立たされると思うんですけど、はい、先ほど小林さんの基本がしっかりしていると言ったようにですね、井上にも当然今日はひどい目に遭わされるんじゃないですかって試合前に聞いたら、まあ、それはもう織り込み済みだということを言っていてですね、もう全日本プロレスなんですよね、元で言えば馬場さんのいる全日本を経験しているということで、はい、もう嫌というほど受け身をやってきたと、やられることはもう慣れているというところがあって、井上はただやられてるだけじゃなくてチャンスを伺えるやられ方ができるんですよね、それは塩崎や中島にはないものなんですよ。そこが彼にとっては勝機になる部分であるし、パートナーの斉藤もそれを分かってるからこそ信頼して井上を前に出せるんですよね。それでこそのここまでの攻防、そしてマシンガンチョップ、水平はまさに小橋さん直伝の、もっとどんどん行った方がいいですよ、まだまだ、いや正雄もやれるもんならやってみろという体勢、きっちり受け止めています。いやもっと来い、もっと来いってね、誘っていくと当然相手にも隙が出てきますから、やっぱりいかに耐えられるかなんですよね。ここが井上が本当にこうベルトにたどり着くかのポイントになってきますね。49歳、大奮闘の右の蹴り、この野郎という声からダイビングショルダーアタック、早い早い早い、ここは早い、タッチしました。斉藤がやってくる、まずエルボー一発、荒ぶる魂はラリアットに乗せる斉藤、さらに早いブレンバスターです。低い軌道で投げ切っていくということは、ここからの攻防、佐久間さん、はい、まさに斉藤が鍵を握ることもあるわけですね。斉藤のちょっと体見てほしいんですけど、はい、1週間前と比べてかなり絞ってきたんですよね。あのノアに旗揚げした当初、参戦した当初は、まあ、小橋さんもそうですけど、ノーフィアがいたりワイルド2がいたりと大柄選手が多かったので、はい、意識的にウェイトを上げてたということなんですけど、まあ、ちょっと今回のこのタイトルマッチに向けて、はい、今のノアは割とこう、ね、スピードのある選手が多いので、それに対抗するために斉藤は体を絞ってきたというところがあってですね、今最初の動きもすごくスピーディーだったと思うんですけど、本当にここにかける意気込みですよね。そして速さにキレがある、頭脳的でもある。あ、井上が拍手を送ります。だいぶ苦しそうな表情ではありますが、ここからフィッシャーマンの体勢、抱え上げて垂直落下、投げ切って、崎はいい攻撃を今日見せてますね、全体に。そうですね、まあ、小橋さん、はい、満身創痍ということは塩崎変わらないんですけれどもね、はいはい、でも聞きますと、いや俺絶好調ですというふうに語りました。それでこそプロレスラーです、そうですね、その凄みですよね、やっぱりそんな怪我の必要で2つ、ここはひねりを加えてのバックドロップ、さらに投げを加えていきます。ほとんど今デスクロークのような体勢にも持ち込まんという中から、さあここアイアンクローからそのまま叩きつけていきます。バイソンども GHC 取りましたからね、そうですね、そしてバックドロップ、 GHC タグ取りましたから、すごい気迫ですね斉藤も。坂間さん2発バックドロップ出しましたね。そうですね、さらにね、もう一回ここからアイアンクロースラムで、はい、そして吠える、うん、赤鬼のように斉藤明俊、1990年12月20日デビュー。な、もう狙いますか、もう行きますか、どうする、つい来るだした、ここで一発発射、塩崎沈むか、中島が似合っています。ここは中島がカットに入る、あの水空ですはゴツーンとくるんですよ、あれが厳しい、あの普通の人の演じ方と違うんですよね、やはりその体重の乗せ方など独特、乗せ方うまいですね、はい、もう一発狙ってますね、いきますか、危ないですよ、危ないですよ、もう出し惜しみなど存在しない中で剛腕ラリアット、塩崎がカウンターで打ち込んでいきました。塩崎はあの鈴木秀樹戦を経て殺伐として
異質な戦いも能力に変えてきたわけです。左膝靭帯損傷、左肩脱臼、それでもあの鈴木にこう言わしめました。塩崎にノアを感じたと井上にタッチ。さあ中島は先にリングインしています。ちょっとこの辺りは坂間さん遅れはしましたけれどもね、はい、いや遅れてましたね。いやいや遅れすぎですよ、遅れすぎ。そしてその後の攻撃はキックで中島エルボーはかわす、左のミドルキック。ここから小橋さん、ここからなんですね。そうですね。食らわせられる、自らの攻撃は当たらない。でもいやこれはね、井上正雄の、ね、計算尽くしてる攻撃です、はい、計算されてます。挑発があってからラリアット、串出し4発5発ポンと放っていく。この大事な1日、どんな手を使ってでも勝つと、おミリオンドルバースター、繰り出した。ここ一番井上の気持ち、斉藤のこのタッグにかける熱意、見える二人のつながり。斉藤がやってくれ、エルボー。坂間さん、いい形になりましたね、チャレンジャーチーム。ちょっと井上がリズムに乗れてないところもありますね。となればどうする、いけいけという声、後楽園ホール飛んでいます。いけるか、キックからかきむしり来ますね、そのままパワーボムの形。カウントはまだ2つです、まだ2つ。フラットな気持ちと言いつつ燃え上がっています。井上正雄が顔を時折しかめながら、胸を真っ赤にしながら、アルゼンチンバックブリーカーの体勢は未遂に終わりました。強引に上げて欲しかったですね、ここは行ってもらいたかった。しかしそれは中島も分かっています。中島がかわす、逆水平、10分経過、文句なしの一発から、さらに中島は、いやこれは危険ですね。そうですね、蹴りの後はどうする、塩崎が待っている。おお、ちょっで、おえやめろと言われれば、そう言われれば、いやおうなしに放つのがこのリング上定石。いや小橋さん、あ痛い痛い、サンドイッチ状態、ブーイングが巻き起こっています、後楽園ホール。いやもうブーイングに負けずにもっと言ってほしいです、もっといかないとダメ。それでこそのチャンピオンチーム、これでブレンバスタートランスキック、合体斉藤間に合いました。佐久間さん、ほとんど正雄は虫の息ですね。いやそうですね、もうねチャンピオンチームは詰めを誤らないというだけになってきてますよね。その段階まで来てますから、はい、となると、いやー絆がコール、正雄ここで頑張らないとダメです。これも井上正雄、ここで頑張らないと。そうですね、ああ正雄史上に残る指示を受けて、その背中に声をもらっての井上。しかしそれでもあの壮絶川崎の北宮戦もありました、 N1 ビクトリーも控えている中島、それでも丸が飛んだ、正雄か、いやダメだまだだ。左の蹴りは死なず中島、中島にしても井上正雄にやられた感覚、感触まだ残っていると言います。続けざまにやられるわけにはいきません。小橋さん、中島の蹴りもすごいですね。すごいですね、最近まだ迫力が出てきましたね。確かに迫力が最近すごいです、威力以上のものを、一発一発の技、もう一発をかわした、抑え込み出し、必勝
これ以上ない、まだチャンスありますよ、まだチャンスありますよ、いますね、次次次次次、いたー、これは塩崎がゴーフラッシャーに持ち込んだ、マサオはラリアット下なめずり、下なめずりから小橋さん、まだパワーありますかね、まだ残ってますね、ありますか、マサオ、このマサオコード持っておったら今自分の中で盛り上がってますよ、プロレスラーってそうでしょうね、盛り上がってきてます、うわー、目は死んでいないところか、足元刈り取られた、顔面蹴り、ウィズコーナーマット、爆重爆級の一撃、佐久間さん、でも分からないのがまた面白いですね、そうですね、井上はね、本当に耐えて耐えてですから、やられることに慣れてるという強さがあるんですよね、はい、ここでね、もう虫の息だと思っても死んだふりということもありますからね、一瞬のひらめき、中島気をつけるとダメですよ、そうですね、気をつけると、それでも、ボコボコと、ね、まさに読んで地のごとくサンドバック状態ですね、これは思わず惚れ惚れするような中島のキックに立ち上がる、立ち上がる、マーサオが生きている、いや、これは声援が力になってますね、確実に、確実ですね、はい、こんなことないですもん、ねえ、こんなことない、マサオはこんなないです、ないです、もうこのコールがもう本当にマサオの力になってます、プロレスリングのは19周年、1991年4月4日デビューの井上雅雄を挙げた、アルゼンチンバックブリーカー、見てくれこの力強い姿、中島耐える、上下に揺らす中潮崎だ、崩れた、15分経過、試合は15分経過、雅雄と声を上げながら斉藤、ければならない、そうですね、吠えて吠えて最後の力、トラースキックで迎撃、もう一発、行け、それでも倒れない、3発でも踏みとどまる、4発目膝をついた、負けないマサオ、ならばもう一発、さあ二発、ライングでローキック、それでも返すのがこの試合にかける井上の、井上雅夫の魂、それは中島、中島はこの技で己を立ち上げてきた、中島もフィニッシュにこの一発を繰り出しました、小橋さん、はい、今のお気持ちいかがですか、いや、マサオが、あるじゃないですか、マサオ史上デッドワイトじゃないですか、そうですか、はい、このキャリアに来てベスト、はい、佐久間さんどうでしょう、はい、いや非常にいい戦い見せてくれましたね、自分の良さですよね、本当に今フルに出してくれたと思いますね、はい、いやぶっ倒れています、大の字に、やっぱりファンの皆さんのコールが大きかったですよ、マサオコール、でもこれがこんなに力になるとは驚きました、いやそれがね選手にとって一番のエネルギーになるんです、力になるんです、ファンの皆さんのコール、これが一番です、これがあるから戦っていける、はい、皆さんそうおっしゃいますので、そうです、必勝の戦いとなりましたね、はい、そうです、
ダークエージェントリターンズ、あっぱれの戦い。でもそこに強かったアクシス、51代 GHC タッグ王者組、2人が違ったスタンスで試合後の表情、狂気にあふれた中島勝彦、タッグのベルトは守りきりました。そしてあまりにも惜しく塩崎、そしてこの男たちがいたからこの戦いが形成されました。さあ、お今佐久間さん、はい、井上のもとに近づきましたね、はい、中島、まあ、やっぱりこうね目では語っていると思いますよね、いや素晴らしい男たちの背中です。チャレンジャーチーム散りましたが立派でした。そして立派といえばこの後の防衛ロード20周年に向けての戦いも目を離すことはできません。中島勝彦、塩崎ゴー、アクシスです。待っている中島、そして今一度勝ち時を上げる。またベルトの輝きが増したかのようです。19周年のノア、アクシス。